どうもー、はい、本日の、動画でか本日の動画いっぱいあるんですけど、はい、今回の動画はですね、この柿の種、柿の種長岡市の、すごい山豊佐市となんかコラボしてる高級柿の種6袋入り、はい、こちらをレビューしていきたいと思います。はい、この味噌のうまみと甘み、辛みが広がる風味豊かな味わいに仕上げましたということで、これなんで取ろうかと思った理由は、こうお客さんからいただいたんですね。新潟に住んでるお客さんからいただいたんですけど、今さっきちょっと食べたんですね。で食べたらめちゃボーみたいな感じなので、まあもう開けてます。でまあこんな感じで、こうほんとね、柿の種、ザ柿の、あのピーナッツがない、もうね、もう柿の種命みたいな、ピーナッツ入ってない。まあ柿の種でいうと、まあ、198円の亀田さんが出してるあれがまあ有名っちゃ有名ですけど、いやこれね、うん、これね、ちょっとレビューします。おおおお、すいません、この前の動画でちょっとね、もうリアクションしちゃったんで、リアクションしようがないですけど、あの結論、普通の柿の種と全然違います。何が違うかっていうと、その味噌味からの辛みというか、なんか普通の柿の種ってまあちょっと辛いみたいな感じじゃないですか。これはでも味噌が練り込んでるんですけど、味噌の風味がふわーんって出てからの辛みなんですね。だからその味噌、まあ先ほどね、味噌がこう練り込んでますみたいな書いてありましたけど、味噌が練り込んでる柿の種なかなかないですよね。うん、ほんとね、味噌の深みある味と辛みが絶妙なマッチングで、うん、ハーモニーしてます。いや、これは僕人生で初めてこの味。正直柿の種ってぶっちゃけ言うとですよ、一緒じゃないですか。柿の種の味って一緒ですよね、ほとんど大体変わりないですよね。これは変わってる、こう完全、僕ね、今までの柿の種の味が脳にインプットされてるじゃないですか。で、からのこれはほんと違う。だ舌が、あーみたいな、あれいつもと違うの来たぞこいつみたいな感じになります。ちょっとね、脳がびっくりする。いや、辛いですよ、辛いですけど、あのあ、もう舌が慣れちゃいましたね。もう舌が慣れちゃった。うん、これはうまい。高級柿の種ですね。高級柿の種でございますよ。こうなんかもう黒いですよね、黒い。もういくらかわかんないですけど、とりあえず普通の柿の種より高級ですよね、これ。普通の柿の種よりかは絶対高級ですよね、これ。こんな入ってないですもんね。スーパーで198円とか売ってるんじゃないですか。これは高いはず。いくらか分からんけど高級。難波味噌、うん、
こう味噌の旨味と甘み、これですね。味噌の旨味と甘み、これちらが非常に出てますね。これ非常に出てる、非常に出てます。すいません、もう限界です。